日野先輩、ちょっと人探しなんだけどね。ひどっちに行け。人前じゃなかったら困らない？ね、ひどっち。僕、トイレ行くので。あのキノコスルーしやがった。あんなのより俺らと遊びましょうよ。ごめんね、君たちは無理っぽいかなって。無理、厳しい。でもそういうところがいい。きっかけは多分先週の惜しげないサービス精神。たまに何考えてるか分かんねえけどな。僕には一生無縁な人だな。そこどいてー。え、君名前は。え、あの、ひどっちね、覚えた。え、あ、ぶつかってごめんね。じゃ、またね。え、あ、はい、また。また？それ以降、またの言葉通り、理由もわからないまま懐かれ続け、今日に至る。辛そうだね。手伝ってあげよっか。え、なんで？ここは男子トイレで。私がいるのバレるとまずいから静かにしてね。またその目で。脅すだなんて失礼だな。ね、二人で気持ちよくなろう。